今回は米マクドナルドのハンバーガーにダイヤ付きの鼻ピアスが混入していたという実際のニュースについて AI がお伝えします。こんにちは皆さん、今日は驚きのニュースをお届けします。食品に異物が混入する事件が世界中で報告されていますが、今回はその中でも特に驚きの事例をご紹介します。それはなんとハンバーガーの中から鼻ピアスが見つかったという事件です。まず食品に異物が混入するという問題について少しご説明します。最近ではカット野菜やサラダにカエルが混入したという報告が日本で相次いでいました。またプラスチック片やビニール片なども見つかっており、この問題は全世界で頻発しています。さて今回の事件が起きたのはアメリカオハイオ州のマクドナルドです。ある女性が家族と一緒にハンバーガーをテイクアウトし家で食べていたところ、驚くべき発見をしました。ハンバーガーの中からなんと鼻ピアスが出てきたのです。しかもその鼻ピアスにはダイヤモンドのような石がついていました。この女性はすぐに食事を中止し鼻ピアスの写真を撮って店に連絡しました。幸いにも彼女自身や3歳のメイが鼻ピアスを飲み込む事故は避けられましたが、この事実を知った彼女は2日間胃の痛みに苦しんだといいます。その後地元の公衆衛生局に報告し、問題のあったマクドナルドは検査され、従業員に食品取り扱いのトレーニングが行われました。このような事件は私たちが日常的に利用する飲食店でどのような問題が起こりうるかを示しています。食品の安全性は私たち一人一人が注意深く確認し、問題を見つけたら適切に報告することで守られます。皆さんも食事をする際は十分注意してくださいね。